こんにちは、ヒカリです。今回はこちらのシーキングアペレスさんをお迎えした時に、同じお店同じ日に、購入っていうかお迎えしたこちらのねレビューをしていきたいと思います。ソフビトイボックス、海洋堂さんが出してるソフビのシリーズのソフビトイボックスの白クマをね、定価、3218円、税込みなのに1287円っていうね激安購入できたというね、本当はね、アマゾンで1500円ぐらいだったから買おうと思ってたんですが、偶然安く売ってたのでね、ちょっと、買ってきました。トップショップさんです。なんだっけ、この、シーキングアペレスさんのトップショップの、この、こういうね、コーナーに売ってたんで、セールコーナーかなに売ってたんで、ちょっとこちら紹介していきたいと思います。さあ、がっつりレビューしていきますよ。はい、ソフビトイボックス。こういうね、ソフビトイボックスっていう海洋堂が出してるソフビのシリーズで結構いっぱい出てて、でもね、なんか、買うタイミングを逃すと結構値上がりしちゃうんで、安いうちに買っといた方がいいと思います。Amazon だと結構安いんでね。はい。安いものは安い。でも結構人気っていうか、もうなんか、売ってないっていうか結構昔に売られてたものとかは安くはないですね。結構定価超えとかしてるんで、そこは気をつけてください。海洋堂で。今回は白クマ、過去ホッキクマということで、可動は結構あるみたいで、やっぱこういう走ってるポーズとかね、いろいろできるんで、そういう意味でね、今回は面白いなと思って買いましたっていうのと、あとやっぱサイズ感がね、体重に負けないデカさっていうのがありまして、はい。これが嬉しいですね。はい。あとこのね、ビニールも結構ガッチリしたやつで、はい。結構シワとかできないビニールですね。じゃあちょっと開けていきましょう。もうハサミ使っていい？これ。本当はね、ガシッと開けたいところなんだけど、ちょっとね、こんな感じで開けます。はい。あ、真ん中もか。真ん中こうやって取るしかないか。よいしょ。まあ、このね、あれは取っとかなくてもいいんだけどね。よし。この袋もパシッパシッと、これね、袋はね、保管するときに使えるかなと思ってるんだけど、どうかな。では、出てこい俺の友達、ヒョクグマかっこしるくま、あ、だぜあ、こっちレープが、テープがかかっていいな。さっあーさっあー、袋はもう終わりだ。てか、もうわざわざだ。出ました、バーン、ウェーイ、全体が見えない、ウェーイ、いいね。この足がね、なんかね、同じのがついてたって人もいたんだけど、俺は大丈夫だね。左右ちゃんとついてますね。足裏までちゃんとできてるからね。これほんとね、クオリティめっちゃ高いから、ちょっとカメラのあれを変えようか。ちょっともうちょっと高めの方がいいかな。この方がいいかな。これぐらいの方がこう立たせた時に、おお、すごい。これね、パーツ分けがすごいね、これ。うん、顔はこんな感じ。なんかここら辺犬みたいだね。顔の鼻のあたりで、毛並みとかもこんな感じで、手のひらとか爪までちゃんとできてるね。体操年齢多分高いでしょ、これ。この爪は結構鋭利でもないな。でも、うん、子供も遊べるかな。うん、で可動部が多くて、こう肩のとこでも可動するのに、この肘の部分も可動するんだ。可動っていうかパーツ分けになってるよね。可動もするね。うん、で、可動、他にはこの頭のとこかな、ここが可動になってるのと、あとここですね、胸のところと足の付け根と、足の付け根はどう可動するのこれ。あ、ちょっと可動しないのかな。あんまりちょっと硬いんだけど、あ、ちょっとまあパーツ分けてぐらいかな。可動ではないのかな。ちょっと待って、これではでも動いてるよね。まあ、これで、あ、結構がっしりある動かすのか。ほら、こうやってこんな感じで、よっつってよっつって見える、いや、よっつって。で、足首も動くと。うん。あれ、動かない。まあ、初めからちょっと硬いのかな。あれ。あ、動いた。こんな感じかな。おー、でかいなー、でも。白いからなんか背景が暗くなるね、レビューしてると。おー。おちり。ほほほほ。そう、白クマってね、どのフィギュアも若干汚れてこう、なんか作ってありますよね。リアルに。持った感じのね、重量感が、まあそこそこっていうか、ソフビなりにあって、ほんと、所有満足感も半端ないですね。さあ、おなじみの、これと戦わせてみようか。ウルトラマンと誰かと。あ、でも、ちょっとバランスがこれだとダメだな。どこを変えるんだ？足首かな。足首をちょっとバランス。ん？手を下げるか。うん、手を下げちゃうとな。うん、手を下げるか。手下げて、で、ここ上げればいいかな。ちょっとね、可動部が多いからね、
バランスに関してはちょっとあの気にしないと立たないかもしれないね。うん、こっちに動かないのかな、これ。この右足側は動かないね。で、ちょっと待ってね。これをこうして。うん、ちょっとバランスが。あとこの胸の感じ。あ、やっぱ手は下げるか。うえー。よし。あ、ちょっと今度後ろに体重がかかっちゃってるな。となると今度はこうして、こうして、立たせるのが難しいかもね。うん、結構可動部が多いゆえにバランスを取るのがちょっとあれかもしれない。うん、こんな感じかな。あれ全然立たない。結構立たせるの大変だこれ。子供なんかできないよこれ立たせるの。俺ですらあれなんだから。よし、ちょっとね、まあいいや、立たないんだけど、まあ例えばウルトラマンたちと戦わせるとこんな感じのサイズ感ですね。ちょうどいいね。うん、やっぱ白くものが強そうだけど、まあ、正義のヒーローはね、サイズに関わらず相手を倒せるからね。もしくは、もう白熊とかになってくると味方かな、どっちかっていうと。うん。これ、四つ足で歩かせられるのかな？あのね、ドラえもんのね、なんだっけ、無限三剣士にね、あの、まあ、白熊じゃなくて普通の月のワゴンみたいな黒い熊なんだけど、あれが結構味方としてね、出てくるんだけど、それを再現できるかなって思ったんだけど、うん。あ、でも、ちょっと四つ足にしちゃうとあれかな？こうなって、あ、四つ足はちょっと厳しそうだね。あ、いけるかな、この足を。このね、右足側も稼働しないね。あ、こっちはちょっとあれだけど。あ、やっと動いた。で、こうだな。ちょっと俺雑すぎるかな、扱いが。ちょっとこれ厳しいかな、四つ足は。もうちょっと角度つけばいける。痛くないかな。で、こうやって、こうやって。あ、いけなくはないけど、ちょっとやっぱ変だね。四つ足は。うん、なんかちょっと変な感じ。ブワシ伸ばして、ブワシ、やっぱ立たせるのがいいのかな。よっ、ピンキー、かわいいな、つぶらやな、瞳が。で、じゃあ今回はこの、まあ、白クマと僕はね、戦わせるというよりも金閣銀閣的な感じでウルトラマンたちをサポートしてほしいと思って買ってたんだけど、桜コング、あ、桜コングよりでかいな。わあ、桜コングちっちゃく感じる、こう見ると。うわあ、でも互角っぽいね。白熊とゴリラで。サイズ感もこんなぐらいですよ、大体。ちょうどいい。ほんとね、ペンギンも売ってたんだけど、ペンギンがこんなでかかったから、ペンギンのでかいのはあんまいらないかなと思ったんだけど、やっぱ白熊はでかい方がいいじゃん。桜コングと比べると、でもやっぱ出来いいね。こっちは大量生産してるからね。こっちは量が少ないから。重さはやっぱりね、完全にこっちが重いね。可動部も多いしね。うわー、チキシー。うわ、頂上決戦じゃん、これ。ここにちょっと弱そうなやつを持ってくるか、これで。ここに絶対勝てないやつ。やっぱ500シリーズちっちゃいな、ミガゴマラ。もう子供だもんな、これちょっとダメだな。ここら辺にこう爆発エフェクトかなんか置いて。ブワー。やべえ、超かっこいい。これはね、名作になったわ。この2つ揃えた方がいいな、絶対。とか言っても、確かにお相撲さんとか、ゴリラもあったっけな。あとパンダとかもあった気がするんだけど、ちょっとそこら辺は結構昔に発売されたみたいで、今はもうね、あの、プレ値がついちゃって、アマゾンでね、高い値段で売ってるんで、ちょっとね、手に入れるの厳しいかもしれないんだけど、ペンギンもね、買いたいんだけど、ちょっとペンギンのでかいのって遊びづらいかなと思うんで、またなんかいい感じのがあったら、お相撲さんとパンダ、ゴリラあたりは欲しいね。やべえ。あ、でもこう見るとね、桜コングもやっぱね、限定生産っていうか少ない、ね、数しか売ってない割にはやっぱねすごいなと思う。うん、これはちょっとサムネ撮るの楽しみだな。うわー、でも色がすぐ映りそうだね、白と黒だから。お互いにね、お互いにお互いの色が。うわー、かっこいい。これがやりたくて買ったんだよ、正直。この白クマ、この桜コング買った直後だったから、桜コングと戦わせてと思ったんだけどね。チキシチキシ、うわー、チキシ。で最終的なんだけどね、最終的に話の流れ的にはもう桜コングとこの白クマ、名前何にしようか。名前白クマでいいか、普通にクマさんでね、白クマで
でまあちょっと今はねメインの選手的には微妙なんだけど、まあ、こんな感じでドラえもんでもいいよね。こんな感じで鬼退治的な。あともう一人ぐらいなんかいた方がいいな。もう一人誰だろうな。ローキは違うな。次今手元にあるやつの中だとやっぱこれかな。 X メンとかこんな感じで、この4人、この4人いたら多分最強だよね。ああこの4人いたら最強じゃない。絶対鬼退治成功するよね。鬼退治にしさ、なんか大体さ、あの定番なのはさ、猿とキジと犬とかいうやつだけど、今回鬼退治はすごいからね。はい、まず1人目ドラえもんでしょ、桃太郎役ドラえもんでしょ。そしたら連れが白熊とごね、桜コングと X メンの、しかも野獣のやつだから、よし、これで鬼退治行こう。今度これで鬼退治物語作ろう。やべえ、これはいいな。でもちょっとこの X 名はちょっと世界観が違うかな。もう一匹なんか野獣っぽい怪獣いなかったっけな。なんかこういうちょっと動物っぽいさ、怪獣っていうかいなかったっけな。いいね。なんかちょっとこのね、ドラえもんがそのいい感じのさ、日本誕生の時の原始人の格好してるから、マンモスとかいたらもっといいかもしれない。マンモスか、恐竜かな。ティラノサウルスとかは確かね、ソフビトイボックスでもあった気がする。マンモスとかはこれから出そうだよね。あとやっぱゾウとかカバでもいいよね。うん。おー、夢が叶ったな。でもドラちょっと合わないかな。微妙かな。ドラなんかリアリティがないから。こうなってきてローキの方が合うのかな。あ、こっちの方が合うね。もう強そう、この軍団。狼と白熊とゴリラだからね。リアルで鬼退治行くんだったらこのメンバーの方がいいよね。猿、犬、キジとかよりさ。リアル鬼退治メンバーじゃねえか。うわ、強えな。ボーン。はは、てか悪そうなんかこの軍団。あ、悪くないか、意外といいやつかもしれないな。あー楽しい。幸せだわ。この、なんていうのかな。感じね。あ、このね、しかも、やっぱ今回は白熊さんなんだけど、この辺の普通の将棋と違って、可動部が多いから、いろんなポーズを取らせられるっていう意味では、他のソフビにないね、遊び方ができると思うんで。これはね、大変おすすめできます。ということでね、今回はシーキングアペレスさんを買ったお店で、ホビーショップですねで購入したトイボックスのね、白熊を紹介してみました。これはね、マジでおすすめできます。てかね、価格が安い。 Amazon でも1500円ぐらいだから、最近紹介してる玩具の中では一番本当に気軽に手に入るという。まあ正直あの数が出てる分コスパは一番いいとは思うよ、そりゃ。うん、もちろんレア度とかは低いけど、その出来としてはやっぱりね、コスパの良さは一番だと思う。うん、これほんとね、マジいいよ。あ、手持った感じはやっぱデカさがいいね、これ。しかもこれ今1500円だからマジおすすめ。 Amazon リンク、あの概要欄っていうか説明欄に下に、ね、貼っておくんで、ぜひ見て買ってみてください。はい、楽しい。あ、ほんとね、桜コングはなかなか手に入んないかもしれないけど、こういうね、怪獣とね、戦わせたりとか、ウルトラマンの怪獣とかいるじゃん、ね、スカルゴモラとか、そういうのと戦わせるのもいいかもしれない。正義側のね、まあ、怪獣というか、まあね、動物として。動物をね、こう戦わせるのに出るっていうのね、なかなかいいと思う。本当に細かい作りもよくできてるから、大人から子供まで楽しめるね。子供に与えても大丈夫なぐらいの値段だからね、うん、いいと思います。はい。ということでね、またね、終了画面の方にね、なんか、関連動画なんか貼っておくんで、そちらからね、別の動画飛んでいっていただけると嬉しいですね。うん。でね、いいなと思った方はね、グッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントでいろいろね、書いていただけると非常に助かります。それではまた、バイバイ。Please subscribe.